本田さんはミラン・トーレスとプレーしていらっしゃいましたが、トーレス本人は結果が、乏しかったもの、本田さんはあのシーズンの序盤は連続ゴールを決めるなんて調子良かったように見えましたが、トーレス選手が加入したことでプラスに影響をした、点はありましたか、またリスペクトしている点はありましたか。ニーニョはねめっちゃ真面目ですね。あの、まあ、バルデッリいたり、フェルナン・トーレスいたり、まあ、カカいたり、ロビーニョいたり、最初から、まあ、振り返るといろんな選手いましたけど、ニーニョが一番真面目やったんじゃないですかね。で、あんななんか顔してるんですけど、もう生っ粋の筋トレ好きでめちゃくちゃ体鍛えてましたね。うん、その辺のなんかトレーニングへの取り組み方っていうのはすごく学びになりました。